7章11節から17節までです。新約聖書の115ページです。聖書箇所、ルカによる福音書7章11節から17節をお読みいたします。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで痰がかすに出されることにところであった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。そして近づいて痰に手を触れられると、嫁いでいる人たちが立ち止まった。イエスは若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方も地方一帯に広まった。アーメン。今日は北西地区の講談交換日ということで、弘前南教会の松村修行先生に説教をいただきます。皆さん、おはようございます。今日は北西地区の公開講談ということで、私が弘前南教会から使われて、この講談に立たせていただいております。よろしくお願いいたします。主イエスと弟子たちの一行はナインという町に行かれたと。ルカによる福音書の7章11節以下はこのような書き出しで始まっております。ナインという町はエルサレムの町から相当遠いところではないようであります。距離で換算しますと、ここから藤崎町ぐらいの距離であるように思います。そこへ行かれて町の門に近づかれると、ちょうどその時ある山の一人息子が死んで、その仕組みが担ぎ出されるところであったと。いわゆる葬式の行列に出会ったということでありますね。その母親は山上であって、町の大勢の人たちが慰めようとして祈っていたというふうに書かれております。夫を残して子供を一人抱えて生きていくということは、当時の社会においては過酷なことであったと思いますね。やがてはこの息子が大きくなって自分の家を継いでくれるという唯一の望みを託して生きてこられたと思います。そういう将来に対する一つの夢を摘み取られてしまった。この母親の持つ悲しみはどんなものであったろうかということを私は想像いたします。やっぱりだと思いますね。将来楽しみにしていたのに、その一人息子が生きがいとして生きる力として生きてきたと。なのにいつも簡単にどういう原因であるかは分かりませんけれども、死んでしまったと。唯一の望みを摘み取られてしまったという悲しみであります。主イエスはこの母親を見て哀れに思いというふうに聖書は書いてあります。哀れむ。哀れむという言葉は単なる同情ということではありません。心の深い痛みを持って
この母親の悲しみや嘆きを自分のものとされたという意味でありますね。哀れむということは共感するということ柄も含めております。深い痛みを持って聖書のギリシャ語の言葉によりますとスプランクナという言葉が使われております。スプランクナという言葉はですね、内臓を意味する言葉であります。腹渡がちぎれるほどの痛みを伴ってその母親の悲しみをご自分のものとされたと深く共感されたという意味であります。救世主は悲しみをしよう痛みを覚えている人、苦しんでいる人を見て深く共感される人でありました。岩波書店から出されている聖書にこのルカによる福音書の7章の翻訳は断腸の思いを持ってこの母親に共感したというふうに訳されております。しばしば哀れむという言葉が断腸の思いという言葉に翻訳されておりますけれども、腹渡がちぎれるほどの痛みという言葉でありますね。沖縄の人たちは人の悲しい話を聞きますとチングルザーという言葉を使います。チングルザー、チングというのはこう心臓ということを意味します。胸が痛む、そして深い痛みを伴ってその人の持っている悲しみと共感していくということが沖縄の人たちの持っている心の心情であります。単なる同情ではありませんね。ご自分のものとしてその母親の痛みを自分の痛みとして深く共感されたということであります。この共感するという心の翻訳、情動というんでしょうか、心の動きというんでしょうか、それがその死人を伝えられる大きな力になっていくわけでありますが、この場面はですね、もう一つの福音書であります、ヨハネ福音書の第11章のラザロの復活の場面を思い起こさせられます。皆様ご存知のように、ヨハネ福音書の第11章は、ラザロの復活という有名な話ですね。奇跡の物語であります。イエスの愛しておられた友人ラザロが亡くなった。すでに4日も経って、主イエスはラザロのところに訪れます。エルサレムから急いで帰っていったのでありましょう。行ってみますと、知り合いのマリアやマルタが泣いていた。一緒にいるユダヤ人たちもみんな泣いていたというその光景を見て、主イエスは心に憤りを覚えられたと、こういうふうに訳しております。憤った。なんか腹を立てたというようなことですね。愛するラザロという友人が死んで、マリアやマルタが泣いている、大勢の人たちが集まって泣いているのを見て、憤ったという、少しちょっと訳のわからん役の場面でありますけれども、主イエスはそこで憤られたというふうに、二度も繰り返してその憤りという言葉が使われております。別の、ヨハネ福音書の同じ箇所の訳を見ますと、イエスはそこで涙を流されたとも訳しております。涙を流した。悲しかった、一緒に悲しんだというふうにも受け取れますけれども、全くそれとは違って、憤りを覚えられた。主イエスは涙を流したというやつと、主は怒られたと、激しく怒ったというふうに訳している場面も、聖書もあります。どちらが主イエスの本意であっただろうかというふうに思います。なぜここで、わざわざ二度も繰り返して主は激しく憤られたというふうに
訳しておられるのかということでありますけれども、愛する友人ラザロが死んでみんなが悲しんでいるのを見て激しく憤ったという主イエスの気持ちはどういうところにあるんでしょうか。主はマルタに語ります。私は復活であり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。決して死ぬことはない。あなたはこれを信じるかと、マルタに再三にわたって語りかけるわけであります。死んで墓に葬られてすでに4日も経っている。匂い出しておりますと、マルタはイエスに訴えるわけでありますけれども、私が復活であり、命である。命そのものである主イエスご自身が、私は命だというふうにして、マルタに迫るわけであります。あなたは私を信じるか。マルタは即座に、はい、主よ、あなたがこの世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じておりますと、このような信仰告白に導かれていくわけであります。命である私はここにいるのに、いつまでに泣いているのか、いつまで死の力に支配されて、嘆き、悲しんでいるのか、私が命である、そのものである私がここにいるじゃないか、というふうに思うときに、死の目の前に見える現実は、死の力を依然として人々をして、悲しみ、嘆き、痛みのどん底に落ち込んでいる。いつまでも死の力の支配のもとに、人々が嘆き、悲しんでいる。そのことに、主イエスは我慢がならなかったと思います。何たることであるか。私がここにいるのに、いつまで泣いているんだと、いうふうな、憤りの気持ちではないかと思います。私がいるのに、いつまでも、なぜ死の力に支配されているのかというこの死の憤りはラザロをして復活される大きな力になっていくわけであります。この死の憤られた腹を垂れて怒ったというその死の大きな感情が死人を生き返らせるという大きな奇跡を生んでいくわけであります。この言葉は旧約聖書のイザヤ書の第25章の9節の御言葉であります。神の国がこのようになったときに主は死を永遠に滅ぼすという御言葉があります。イザヤ書の25章の9節の御言葉でありますが、主は死を永遠に滅ぼすというふうに予言しております。この予言がその主イエスの復活において実現したんだという旧約聖書の予言と、この主イエスキリストの出来事の予言の成就とがここで結びついていくわけであります。イザヤ、予言者イザヤの言葉が実現したということであります。神様は神の国はこの地上になるときに死は永遠に滅ぼされていくということを預言者イザヤは預言させました。死を滅ぼすという言葉は、滅ぼすという言葉はですね、命の中に飲み込んでしまうということを意味します。滅ぼすというのは、死は命の中に飲み込んでしまうということでありますけれども、もう死はこの世に存在しない。神の永遠の命の中に飲み込まれているものだと。死の鍵が持つ恐ろしい鍵は抜き取られたのだということを意味しております。もはや死は死んでしまったのだということを予言者イザヤは、イエス・キリストの出現において、そのことを裏付けていくわけであります。そのようにして、神の子メシアである主イエスが今人々の前にいる
マリアやマルタの、マルタの前にいるのに、なぜこの命である神、主イエスがいるのに、いつまでも流し、悲しんでいるのかという、このことに対する主の憤りは、奇跡を生み出します。もはや、死はない、死は死んだのだと、ということも、主イエス・キリストにおいてはっきりといたします。イエス・キリストの十字架と復活においてすでに死に勝利された主イエスがここにおられるという限り、もはや私たちに死に対する悲しみはない、むしろ喜ぶべきではないか。死が死んでしまったのだから、この事実をこそ喜ぼうではないか。そしてコリントの15章の51節にありますように、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、お前の棘はどこにあるのかと嘲笑っていくというコリントの13章15節の御言葉が、ここに使徒パウロによって語られるわけであります。イエス・キリストの十字架と復活の出来事において、私たちを日々脅かしている死の恐れ、人の死ぬということについての苦しみ、悲しみはもはや取り去られたのだ。人は永遠の命の中に飲み込まれて、命の中に生かされていくのだということを力強く証言しているわけであります。お前の勝利はどこにあるのか、死を嘲笑っていくと。死というものはですね、恐ろしいですね。誰かが死んでしまう、もうこの地上で二度と会うことはできない、顔を見ることもできない、その人の人生がそこで断ち切られてしまっているということを意味するような言葉であります。その死に対してですね、いや、死は人生の終わりではないのだ、命の新しい始まりなんだというふうに、使徒パウロは私たちに告げております。死をもって、その人の人生が終わったのではない。死というのはですね、命のしもべにしか過ぎないのだ。人が死ぬことによって、新しい命というものが輝き出すんだと。もっともっと大きな永遠の命という栄光の光の中に、私たちは包まれていくんだと。ということを意味するわけであります。そういう意味によって、死は命のしもべであると、下僕死んでしかないんだ、でしかないんだ、恐れることはないんだ。だから、いつまでも悲しんでいる、あの内部の母、山根の母親を見て、一人息子を失った、悲しんでいる母親を見て、死は深く哀れんだと、いうこの御言葉が、ここで私には身をつまされるような思いをいたします。深く哀れんで、いつまでも泣いているのか、もう泣かなくてもよいという、主イエスの深い慰めの言葉であります。私はこの場面を読むたびに、今、主イエスキリストの十字架と復活において滅ぼされているんだ。もはや、死もない。悲しみはないのだ。母親にもう泣かなくてもよいと語りかける優しい主イエスの御言葉を思うときに、私たちは深く慰められるわけであります。そして律法で固く禁じられているその禁止を打ち破って、主の前に進んでいって近づいて、それに触ったと、死人に触るということは禁じられていることでありますけれども、主はあえてその禁止を破って、近づいて、触って、声をかけられた。起き上がりなさいと、声をかけられた主イエスの迫力ですね。ものすごい迫力だと思います、私は。吐く息がかかるほどに、私たちに強く迫ってくる言葉であります。
それほどの力を持って命の力を持って私たちに迫ってくる主イエスの愛、この愛によってこの世はすでに滅ぼされており、私たちは死の恐れから解放されている世界が私たちの世界であります。私たちの教会の中でこれは何であるかと言いますと、この主イエス・キリストの十字架と復活において、この世をイエス・キリストの愛において愛によってすでに解放された世の中の世界のものだということを強く私たちに証ししておられます。私たちは解放された世界の中に生かされている。この物語の結末にありますように、人々は神を賛美して驚いて賛美して、主が私たちに心をかけてくださったと言って人々に言い広めたということが、これ次のことで起こっております。私たちもこの世界はイエス・キリストによって解放された、平和の世界に住まされているんだという、この力強いメッセージをこそ語ってですね、この世の人々に対して私たちはイエス・キリストを信じる信仰へと招き入れていく、これが私たちの使命であります。イエス・キリストを信じる信仰へとこの世の人々を招き入れていくこと、これが私たちの務めでありましょう。もう泣かなくてもいい、もう死はないんだから泣かなくてもいいという、この婦人に対、母親に対しての主イエスの御言葉を私たちも今日心に留めて、泣かなくてもいいんだと、悲しむ必要はないんだと、むしろ喜ぶべきだと、先ほど賛美礼拝の中でハレルヤの歌がありました。本当に主を賛美して帰りたいと思いますね。皆さんの礼拝を参加しながら私はいつも思わされました。韓国の教会、しばしば私は韓国の教会に招かれて礼拝を共にしたことがあります。よく歌いますね。力いっぱい歌っている。どうしてこんなに歌えるんだろうかというふうに思うぐらい歌っております。声を張り上げて、階段を割れるとばかりに、割れようとばかりに歌い上げています。礼拝が終わって、晴れ晴れとして皆さん帰っていきますね。歌うということと、よく泣くということと、よく韓国の礼拝では感じます。皆さんがよく泣くんですね。礼拝の説教の最中に、最終の中ですすり泣きが聞こえてくる、泣いている、よく泣いて、本当にありがたい福音のメッセージをいただいて、泣いて、それに対して心からなる賛美を歌い上げて、声を張り上げて歌って、晴れ晴れとした気持ちで礼拝を去っていくという姿をいつも見ることがありました。今日もそのような思いを私は感じました。歌って、そして晴れ晴れとして、好きな賛美が歌って、晴れ晴れとして帰っていける礼拝のあり方を本当に羨ましく思います。それを一つ私も証しをしたいと思いますが、私は5年前に脳梗塞で倒れて入院をいたしました。脳卒中センターで4ヶ月を入院をいたしましたけれども、その入院をした時に、喉から内視鏡を入れて、私の心臓やら、胸やら、何かの内臓を検査するために内視鏡を入れたんですね。大きな喉を入れました。入らない喉に無理やり突っ込んでグイグイと、私はグイグイ言ってるのにですね、無理やり突っ込まれて、内視鏡を入れられました。ずいぶん長い間調べられてですね、写真も撮ったと思います。心臓がどうなってるのかも見たいから、もうちょっと我慢してくださいって言われながら、私はそれに耐えて内視鏡を飲み込んでおりました。終わって、やれやれと思った時にですね、気がついたのは、私が声が出ないということであります。92年の息時が出てですね、声にならない。
私はびっくりしました。困ったことになったと。そしてしばらくしてから、言語療法士の方がいらっしゃって、声を出す練習をしましょうということをするんですけれども、どんなに頑張っても声が出ないのに、声帯がないんですね。気づいちゃって、声帯を何か所か傷つけられて、私は声を出すことができない、できないんですね。喉に手を当ててもずっと心臓がないんですね。ずいぶん失望いたしました。私は話をすることがある意味では商売なんですけれども、声が出ないということは、僕としてもこれは致命的な打撃だというふうに感じまして、随分ばっかり話しました。どうしようと思いましたけれども、声が出ないまま、やがて退院が許されて、教会の礼拝に出るようになりました。教会の礼拝に行って、みんなと最初に、賛美歌を歌った時に嬉しかったですね。歌えるだけじゃなくて声が出ないのに歌ってるんですよ、私一生懸命ね。ヒューヒュー声が喉を吸うだけなんだけども、空回りをしている自分の喉を一生懸命張り上げてですね、歌いました。腹に力を入れて、喉に力を入れて、いろいろ角度を変えながら、声を出して歌いました。歌うということは偉大な力ですね。そして何度も何度もやっているうちに、ある程度わーっという声が出るようになったんですね。びっくりしました、私は。あ、声が出るんだというふうに思いまして、次々にあーから始まって、あー言うだけなんですけれども、言葉にはありないんですが、いつの間にか、皆さんと一緒に賛美歌を歌っておりました。次々と、教会でよくみんなが歌う賛美歌を、礼拝の中で歌って、一生懸命歌っておりました。でもね、声が出ないんですけど、ヒューヒュー言いながらもね、一生懸命歌おうと思って、これが神様を賛美するんだからと思って、一生懸命歌いました。そして、気がついた時には皆さんと一緒に歌っていたんですね。そばにいた教会の人が、先生歌ってるじゃないですか。声が出るんですか。うん、出るんだ、歌えるんだ、というふうに思いまして、嬉しくなって、次々と私は歌うようになりました。今にこのようにして喋れるのはですね、賛美歌を歌うそのおかげでした。賛美歌を歌うということは、偉大なる療法士ですね、言語療法士の仕事をしているというふうに私は思いました。つくづく、神様を賛美するということは大事なことであるし、言葉を取り戻す大きな力になっていくんだということを思わされました。拙い声で音程も狂っているんですね。自分でどういう声を出しているかは自分なりによくわかります。普通に耐えないような声を出して、おそらく私は歌っているんであろうと思います。聞く人の身になって歌えばいいんですけども、そこまで考えるゆとりがありません。とにかく歌えるということの喜びのあまりにですね、皆さんに発見して、私はよく歌います。礼拝の中で一番大きな声を張り上げて歌っているのは私ではないかと思いますけれども、そうやって歌うことを努力している間に、不思議と今このようにして普通に喋れるようになったんですね。話すことができる、もう少し訓練が必要だというふうに教会の人たちからも言われます。話すこともよくわかりますよ。私は本当に歌うことがどんなに大事なことであるかということを、言葉を取り戻すということと同じ大事な技であるというふうに私は思いました。今日皆さんと賛美礼拝を一緒に心の中で歌いながら感謝して、歌うということは本当に偉大な言語療法士なんだというふうに思いました。歌っていくと非常に私は言葉を取り戻すことができた。ありがたかったですね。本当にありがたかった。喋ることもできる、会話ができるということが、
5年前退院した時に全く喋れなかった私、人と会話ができなくなってしまっている私が、今こうやって皆さんの前で喋れるようになる。声もかすれているし、音程もおかしい。本当に伝わるように発言しているのかどうかは心もとないのですけれども、しかしとにかく歌うことによって私は言葉を取り戻したり、言葉を取り戻すことができるということは歌うことです。歌うことがどんなに大事であるかということを私は自分で身をもって表現することができます。今このようにして礼拝の講談に立たせていただいて皆さんに話すことが許されているということは、まず歌うことから始まった。神様を賛美することから言葉を取り戻すこともできた。ありがたい事柄でありました。本当にそのことを感謝して今日皆さんと一緒に与えられた御言葉を胸に取りたいと思います。もう泣かなくてもいい、もう泣かなくてもいいよ。私が命である、私がここにいるのだから喜びなさいという主の慰めの言葉を受けて、私たちは高らかに賛美してこの会場を去りたいと思います。礼拝はそのように感謝して礼拝を終わりたいと思います。祈りましょう。天の主なる神よ、今日この礼拝を踏まえてくださいましたことを感謝いたします。賛美礼拝において高らかにあなたを賛美している、その賛美の声に加わることができましたことを深く感謝いたします。話せなくなってしまった、喋れなくなってしまった私に賛美することを教えてくださり、言葉を取り戻してくださったことを思いまして、重ねて深く感謝いたします。礼拝で歌うこと、祈ることがどんなに大事なことであるかを私自身が身をもって感じました。どうか取り戻した言葉をさらに磨いて、人々の心に通ずる言葉を語れるようになる、語るようになることが、このようになることができますように導いてください。力を与えてくださいますように。今日はこの礼拝の場を感謝して、この祈りを尊き主イエスキリストの皆によって御前に捧げいたします。アーメン。